女の子と会うときにその「ドラゴンボール」のシャツは着ていかないんでしょこれは若干ネ,ネタっていうか H&M で買って <laughs> H&M で買ったドラゴンボール程度のものでここに合わせたつもりになられても困るんだけど <laughs> なんでできないんでしょうねそんなに1年間頑張っていて自己,自己中っていうことかもしれないですねおそらく外見だけでやったらかっこよくはないけどダサい中でではマシな方だと思うんですよ <laughs> <laughs> 多分2人でデートとかせずに告白してました、うん なんかさっきから腕組むことに関する指摘が腕組むのがいいかんっって、て結構言るる人いるよ。俺もねなんか佐藤さんと初めて会った時もうこれ <laughs> もうめ,めん面倒くさいから先生って言わずに佐藤さんと言って佐藤さんに初めて会った時に漫画家とかそういうのを知,知らなくてあの明らかにこいつ。 彼女ができないのはこいつのせいだっていうふうにはっきり思ったから、お前自分のせいだって思ったからいろいろ話したんだけども、今彼女は今はいないですね。はいはい。いないからまだ連載が続いてる。そうですね。はい。それは自分ではなぜいないと思うんですかなぜですかうん。それを考えながら書いてるっていう感じですかね。なんか、自分なりに、 なんでダメなんだろうっていうのを考えて、うん、この人全然笑わないって書いてあるけどち,ちゃんと笑顔見せてるよさっきまでた <laughs> <laughs> かそのやっぱりアンチコメントがちょっと傷つきます <laughs>、うん、<laughs> ちょっと見れ,見れないコメント <laughs> <laughs> じゃあ俺が見とく見とく <laughs> もうアニメ行けよみたいな感じでっとちょっと帰ろうかなって思っ <laughs> <laughs> 帰っちゃった <laughs> <laughs> うん、そうですね。自分なりに考えて、じゃあ次こうやってみようみたいな感じで。だって、作ろうともう1年ぐらいしてるわけですよね。そうですね。だから、うん、わざとそうしてんじゃないのとかやれるんですけど、そんなことはなくて、うん、なんだろう、自分なりにほん100%やってるつもりではいるんですよね。100%? はい。だから、そういう。100%彼女を作ろうと努力してるしてるつもりですね。だから、別にあの、 女の子と会うときに、その、ドラゴンボールのシャツは着ていかないんでしょ、うん、これは若干ネ,ネタっていうか、まあ、これが好きだよっていうアピールなんですけど。<laughs> まあ、一応 TPO に合わせる、TPO も持ってる TPO に,、ね、に合わせて衣装まで変えれる <laughs> ううわけですよね。H&M で買って。H&M で買ったドラゴンボール程度のもので、ここに合わせたつもりになられても困るんだけど。<laughs> <laughs> みんなよく分かってるなあのえっんでできないんでしょうねそんなに1年間頑張っていてあでもなんとなく言われ、うんだろう前々から言われてることではあるんですけど、はい、まあ自己,自己中っていうことかもしれないですねでも自己中ってバレるまでに時間かかるから <laughs>、はい、自己中の結果振られただったらわかるんですよ はい、自己中の結果、彼女できないってあんまないじゃないですか。っていうのは、はい、自己中の女でも彼氏ぐらいいる。じゃない。はいはい。だから自己中がひどくて彼氏に捨てられる女はいるけども、自己中が原因で彼氏ができないっていうのってさ、はい、それはなんか自己中プラス何かがないと成立しないよね。<laughs> じゃあう何かはちょっとよくわかってない、ね。<laughs> <laughs> 質問が尋問に変わってるって書かれてる。<laughs> <laughs> <laughs> そうか女性慣れしてないのかなって書いてるんだけどもそんなこともないわけでしょこの1年間でこの1年間で言えば、うん、そのか過去そ,それ以前から考えたら急速に女性とデートしたりはしてるんですよな、うん、はい、やと <laughs> <laughs> だから、うん、数をこなしてるといえばこなしてるますねさっき冒頭彼女いるんですかって言った 今はいないですねって言って、一斉にそこにこう、ガーッと食いついたから。か意味深に言いましたけど、うん、今までいないです。<laughs> <laughs> <laughs> 今までずっといたことがありませんを略して今いないって言ったわけで。もう一斉にみんな誤解してて、言葉を見えを張るなとか書いてるんだけど。で、これあの、佐藤さんと会った時の、えー、っと、とことを、まあ、ボードに書いてると。 まあ、あの、一年ぐらい前にやってたですね、あの、紐手オフ会ですね。あの、彼氏、彼女がいなくて作りたい人おいでよって言ったやつはこんな感じだったんですけど、まず、佐藤さんがいたとえば、確かあの時4人か5人ぐらいいて、もう一、ね、人1分か2分ぐらい話したんですよ。はい、でそこで、えー、半時計回り出て話して、で、えー、自分に自信がなくて、 えー、自分なんか女性と話したりしてもいいのかと思ってっていうのに対して僕がいきなりですね、君は自分を何点だと思うっていうふうに言ってですね、でその人がこう30点ぐらいっていうふうに答えたんですね。で、あの、大体僕ですね、こういうことを聞くときって確か同じようなことも話したと思うんですよ。で、はい、後にあの佐藤さんはこの中で自分の中でちょっとやっぱ女の人を点数付けるのはあんまり好きじゃないなっていうふうに 話してましたよね。はい。で、これなんでこんなことをしてたのかっていうと、あの、一回数値化しないと、僕なんてっていう時のなんてって、自分のこと5点か10点ぐらいだと思ってる人が多いんですよ。はい。でも、現実、すべての男を並べたら、5点とか10点の男ってとんでもない低いですよね。そうですね。なので、佐藤さんもさっきここに来たら、普通面とかイケメンとかって書かれたから、おそらく外見だけでやったら、 うん、かっこよくはないけど、ダサい中ではマシな方だと思うんですよ <laughs>。すいません。はい。で、その、ダサい中でマシな方だから多分60点ぐらいだろうと。はい、じゃあ、見た目60点なのに、なんで彼女とできないんだって言ったら、見た目50点とか40点とかで彼女とできてる男いるのに、うん、なんだこいつはということになってくるなと思ったんですよ。はい。で、まずまあそういうふうな、 えー、実際の関係がよくわかるように、あえてもう、あの、通り過ぎる女の人とかをどん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 、うん、点数つけていってみたらっていうようなことを話したんですけど、やっぱこの人もわ、うん、かりましたって言ってくるんですけども、あの、なかなか納得してくれないんですよね。で、あの、このおじさん、 これあの僕、この人すごい覚えてるんですよ。<ー>はい。この帽子かぶって、<laughs> あの、悪意あって書いてますよ <laughs> すねロ。ロングンの上書いておじさんが、ね、えー、年齢が近い方は価値観は合うんだけど、結婚迫ってくるので20代ぐらいの彼女がいいかなって思うんですがって言ってるおっさんがいて、これは何かなって言ったら、こいつ、こいつだけど、この人確かもう40代後半なんですよね。<laughs> はあ、で,で、40代後半で、 あの、周りからは若い女とばっかり付き合うなって言われて、だんだん若い女の子に振られることが多くなってきたんで、そろそろ俺も落ち着いて、40ぐらいの女と恋愛しなきゃいけないから、結婚しなきゃいけないから、でも俺若い女の子が好きなんだよっていうのを、うん、いろいろ綺麗事を交えて言ってるので、こういう表現になってると。で、僕はなんかもう、両方付き合えばいいんじゃないですかっていうのは、あのー、 両方付き合ってみたら、20代の方はあっという間に振られるのがわかるから、<ー>それをしばらく思い知ったら、<laughs> まさか本人に渋谷の喫茶店で思い知ったらって言えないから、こういう優しげな顔で、実はひどいこと言ってるんですよ <laughs> <う>。両方付き合ってみたら、お前すぐ現実がわかるよって <laughs>。で、佐藤さんに関して、あの、じゃあ次の人っていうふうなことで、 これね、佐藤さんが言ったのを、あの、俺、すごい面白いなと思ったんですけども、えー、これまで何回か告白したことはあるんだけど、仲良くなる過程を飛ばして告白して振られるっていうパターンばっかりでっていうので、本当にそうなんですかそうですね、4回ぐらい告白したことはあって、はいはい、でも、なんだろう。多分2人でデートとかせずに告白してました、ねうん。ああ、それなんででしょう <laughs> なんで、あ、そう、なんか、 デートに誘うっていうのはすごいハードルが高くて、うん、それなんでかっていうと、思い返してみると、やっぱりその学校とか、会社とかっていう、はい、あの、コミュニティの中で告白しようってなる、うん、あ、告っていうかデートに誘おうってなると、OK だったらいいんですけど、うん、断られた時にきついなと思って、その,の、お兄さんだったらね、会わなきゃいけないっていうのを考えたら、なんか誘えなかったんですよ。え、高校の時からそんなの考えたの 中学や高校ぐらいの時から。高校の頃もそんな感じだったと思います、ね。あの、デートを誘ったりもしないで。うん、まあまあ、わかるわ。俺も同じとか書いてくれてるよ。うん、で、でも好きな気持ちはなんか一方的に高まって。言わなきゃみたいな感じで。うんうん、<laughs> 告白しちゃうみたいな感じですね、うん <laughs> うん。でも。それは断られるっていうのは、まあ、向こうにしてみたら。うん、そんなに好きじゃないとか。 あと、早すぎるとか、いろんな理由があり得ると思うんだけど、どの辺なんですかねあ、断られる理由ですか。うん。まあ、回ぐらい今考えれば、そんなに仲良くないっていう。ああ、うん。多分、<ー>でもこ、ここ、僕の中では、その、なんか、ちょっとだけ話しただけでも、なんか、すごい進展した気になって、うんうん、うんうん。これはもしかしたら、なんか、たまにその、人落ち目があったりとか、そういうので、うん、あれ好きなのかなみたいな。うん。の <laughs> で、一方的になんか作り上げて、そういうストーリーを。うん。あ、これはもしかしてワンチャン告白したらあるんじゃないかなみたいなので、 そのワンチャンにかけるみたいな。ける。だから、徐々に仲良くなるっていうのは、知ってて来なかったです。なんかもう、早いことをトライしてダメだったらダメで崩れた方が楽だと思っちゃうのそ,そうですね。あの、あれだよね、片思いの辛さに耐えられないタイプ。<laughs> <laughs> なんかもう、砕けようみたいな。砕け, <laughs> 砕けた方が楽だってい。そうですね。ああ<ー>。<laughs> なんか、み、みんなすごいこと感じるけど、大丈夫か <laughs> お前らもそうじゃねえのか大丈夫か <laughs> ふー、なるほどな。で、それで僕がやった助言っていうのが、まあ、デートが楽しくないのは、自己評価が低くて、相手の評価が高すぎるからじゃないかって書いたんだけども、まあ、これはどうかわかんないよね。っていうのは、なんだろうな。彼女が欲しいわけであって、デートしたいわけじゃないでしょああ<ー>。佐藤さん、根本的には。はい。デートが楽しくないんだから、それは自分に会った相手と付き合ってない以前に、 まず根本的にデートっていうのはつまんねえわと。はい。そうじゃなくてその過程をすっ飛ばして彼女がいるっていう状態が欲しいっていう。はい。こんな感じじゃないのああ、今の状態ってことかです。うん、今の状態か。まあこれまでもそうなんだけども。はい、うん。うん。ああ、そうかもしれないです。なんか、はい、デートに誘うまでがすごいハードル高くて、はい、で、デートに行ったらすぐ告白するっていうのは、はい、もうこんなことを2回、3回。 相手が自分のことを好きかどうかもわからないようにもう一回誘ってっていうのを繰り返すのは、しんどいわけでしょそうで、ねはい。そうですね。<laughs> しんどいよな、確かに。っていうのをまず、お互いの合意を取り付けた上でデートなら楽しめるのかもしれないけど。うんうん <laughs> そんな幸せなデートってめったになくてさ、<laughs> はい、だいたい片一方が懇願して、もう片一方がしぶしぶ受けてっていう <laughs> <laughs> デートが俺見てるのかなり多いよ、ね <laughs> はいも。もちろん女の子の方は最初は、あ、この人どうかわかんないからなんだけども、二回目3回ぐらいの時きたら、えー、こいつ結構嫌な奴なんだけど、でも押し切られて付き合っちゃったみたいなのが多いから、うん、あれはなんか辛くても続けるもんだっていう、あの、デート派の人はそういうふうに言うよな。 うん、俺もデートっていうのがよくわかんないんだけど、正直よくわかんないんだけども、はいうん、デート辛いか、まあ、俺わかるから、この状態まで聞いてたらあの時なんて言ったかな。やっぱあの、デートなんかそこそこにやめて、ひたすらあの、告白だけやってて、100を単位で数えろと。4人告白したけどダメだったと考えるなと。 400に行ってからもう一回考えろっていう <laughs> 言ったんじゃないかな <laughs> <ー>。<laughs> そしたら、100人か50、50、100人はもとだ50人に1人ぐらい、実は私もデートが嫌いで、付き合うかどうかはっきり決めてから、いろいろ考えましょうっていう子が、俺知ってる限り、そういう女の子50人に1人ぐらいいるから、うん、そういうことを出会うには、まず、告白数の桁数を上げるしかないの。<laughs> はい、恐ろしく。 はい、告白の桁数を恐ろしく上げるには告白のハードルを恐ろしく下げるしかないんだよだから一作品漫画を描くんではなくてカット一枚描くぐらいの感じで <laughs> 告白するしかないあ<ー> <laughs> でもやっぱ告白のハードルはめちゃくちゃ高く設定してしまってるかもしれないですね, <laughs> ね、うん、本当に何か好きになって、うん、っていう感じですね、はあ最初に好きになっちゃうのはいかんのよね 好きになる前に告白すりゃいいんだよね。好きになりそうなタイプ、だいたい決まってんだから、なん、はい、か漫画読んでたらわかるんだけども、だ、はいたい <laughs> 好きになりそうなタイプってわかってんだから、はい、そんなに好きになる前にさっさと告白して、途中であれ、あんまり好きじゃないって思ったら、ごめんって言って、逃げるとか、<laughs> そういうのって。だって相手の女の子それやってるわけでしょデートに誘われて、<ー>とりあえず来てくれるってことは、まあまあこの佐藤さんという人がいいかどうかわかんないけど、とりあえず来てくれてさ、 で、途中でごめんって言って、それを LINE で書いたりして消えていくわけだからさ。そ,ね、それと同じように、ハードルが <laughs> 上がんないうちにというか、自分でどん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 勝手に恋愛を上げる前に、とりあえずどんどんこぶっちゃった方がいいんじゃんいの<ー>こうやって、はい、連載期間がどんどん短くなるか,からなだけど、はい、<laughs> なんかさっきから腕組むことに関する指摘が、はい、腕組むのがいかんって結構言ってる人いるよ。 ゲート中に腕組んだら絶対いかんよって書いてあったんだけど。でもなんか、そうですね。でも、話、僕とすごいしてて、会話がこう、こうなってる時は絶対こうやってるよね、佐藤さんって。手が、こう、上に上がってて、で、僕から一方的に言われてるとき、こうなるから。俺の圧が強いだけなんだよ、多でもなんかその、ん。 デート時、そのつまんなそうにしてしまってるなって振り返ってちょっと思いますかね。だってつまんないでしょ <laughs> まあ、その,その先方だあの、待ち婚とかデート、絶対佐藤さんもうやめた方がいいよ。俺、<ー>俺の勝手な考えだけども。あ、デートすらしない方がいい。デート好きじゃないんだもん。うん。あんなの好きなやつがやればいいんだよ。<laughs> 女の子と美術館に行くっていうのが好きな男も1000人に1人ぐらいいるから <laughs> <ー>。<laughs> もしくは好きなふりが苦痛なくできるって男もやっぱ10人に1人ぐらいいるから、はい。 そんな奴は大体なんか帽子かぶって中髪の毛染めてんだよ、うん <laughs> そう。そういう技はそいつらだけに任せてじゃ。とりあえずもう告白しまくって彼女を作ってから会う、会、うん、わないを考えればいいで。告白しまくるもん好きだっていう告白じゃなくて、はい、彼女欲しいんですっていう告白だからもう誰でもいいんですって言葉を言わずして。<laughs> <laughs> はい。<laughs> だって、 なんだろうな、あなたしかいないんですっていうこところまで自分を追い込んじゃうと、もうすごい重たくなるわけでしょ、うん、じゃあもう、とりあえず俺でダメですかみたいな感じのコッ <laughs> <laughs> していくい。確かにそれをすれば、れ確率的には上がるかもしれない、うん、確率的に上がる。彼女ができる可能性としては、うんうん。俺昔、あの、女の子と付き合ってって言った時に使ったことがあるセリフが、10月ぐらいな、だったんだけども、あと2ヶ月でクリスマスだった。 ここで俺を振るのはお前の自由だけども、あと2ヶ月でお前に彼氏ができる確率はどれぐらいあると思うだったら俺でもいいじゃんって言って。<laughs> 付き合ったことあるよ<ー>。<laughs> こんな無茶苦茶なロジックでもう向こうを笑わせちゃったら勝ちなの、はい。これはもうなんか、それ、本当にそれを言っているときって、それが本音かどうかっていうのを、ちょっと自分の心の中でもずらすんだけども、なんだろうな。多分、 相手がそれでちょっと笑っちゃった方がまだマシっていうこの間合いの取り方ぐらいの方が楽よ。で、これで、あの、振られてもこんな言い方で振られるよなって思うし、10年後ぐらいネタになるなって思って、俺ちょうどそれから10年経ってるから今日話したんだけどさ。<laughs> なんかウィットに飛んだことになかなかできないですよ。なんか、うん。普通になんか、好きですみたいな感じでしか言えないというか。うん まあ,まあまあです。好きですなんだったらさ、うん、そんなに好きだったら振られても諦めなきゃいいんだけども、うん、振られたら諦めるんだろうん？諦めますね。じゃあそんな好きじゃないじゃん。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。